てる健康食品は薬より強いのか選手権、イエーイ。皆さん結構健康食品とかああいう商品買いますか？アレックスは、漢方は買います。健康食品ってなると買わないです、あんまり。私アレックス精神クリニックに通って3年目になります。で、その3年目のね、このアレックスがこのストレスっていうね、睡眠とかそこら辺のね、近所のやつですよ、集められるだけ集めてみました、飲み物で。それを飲んで寝ます。どのくらいちゃんと寝れるのか、ぶっちゃけ言って今コンディション抜群なんですよ。そもそも寝れるかっていう話で、寝てるところも全部ね撮っていきます、音声で。エントリーナンバー1、ヤクルト戦、イエーイ。はい、皆さんねご存知のヤクルト戦です。ただただこのヤクルト戦なんですけど、飲むと悪夢を見るって皆さん聞いたことあります？なので快眠できるかは分かりません。ちなみに今午後の13時で寝れるかは分かりません。はい、ではエントリーナンバー2、ハルベ乳酸菌ヨーグルト、疲労やストレス、睡眠の質、眠りの深さっていうね感じですね。これ本当なのかな。はい、ではエントリーナンバー3ということで、エントリーナンバー3は、はい、こちらキリンさん、睡眠の質向上、眠りの深さ、すっきりとした目覚め、ガバ配合、あ、ガバ配合か、なるほどね。美味しい免疫ケア、ヨーグルトテイストだそうです。ガバはね、これ、自分サプリで、持ってます。これね、ガバはね、いいと思う。うん、ガバ飲んでからね、結構、睡眠の質は良くなったんじゃないかな。途中覚醒あんまない気がする。まあ、飲み始めてまだ1日なんだけど。語るなっていう話だね。うん、はい、じゃあ次いきます。エントリーナンバー4、じゃじゃん、Q10 ヨーグルト、疲労感、睡眠の質、ストレスっていうね、あ、コエンザイム入ってるんだ。 Q10 ヨーグルトって有名なのかな、聞いたことないよ。あ、金子さん名字みたいな、金子ってなんだろう、聞いたことないの。じゃあラストのエントリーナンバー5ということでね、はい、こちらダダン、睡眠改善、起床時の疲労感を軽減、カフェイン、カロリーカフェイン、糖類ゼロ、バイチオ味、へえ、あ、一応ね機能性表示食品、森永さんだ。え、森永さんこういうの出してるんだね。へえ、知らなかったな。このエルテアニンって何全然知らないんだけど。はい、これらの商品ですね、ちょっと今並べますね、並べました。これらのナンバーワンからもう5までのね、これを飲んでいきます。飲んでいって寝ます。で、それも全部録音します。録音というかもう寝てる描写そのまま撮ります。で、まあなんか面白いこと言ってたら、まあ、使う。で、面白いこと言ってなかったら、カットします。っていう感じかな。とりあえずね、こちらの商品ちょっと飲んでいきましょう。はい。はい、じゃあね、皆さん、多分お馴染みなんじゃないかな。ヤクルト戦ナンバーワンね。じゃあちょっと飲んでいこうか。俺飲んだことないんだよね、ヤクルト戦。あ、ヤクルトだ。あ、でも、薄いヤクルトかな。なんか薄いヤクルトっぽいぞ。はい、飲み終わりました。次エントリーナンバー2のヘルベ乳酸菌。皆さん花粉症苦しんでますか？自分は花粉症まだないんでね、うん、花粉症の友達からね、お前も花粉症になってしまえばいいってね、呪いをねかけられてるんですけど、まあストレスがあるんで、まあ帳消しということでね、じゃあとりあえずヘルベ飲んでいきます。どんな感じなのかな、ヘルベさん、いただきます。あ、甘い。あのね、ヤクルト1000より甘い。うん、
甘いし、あのヤクルト戦はとろみがなかったんだけど、あもちろんとろみはあるんだけど、普通のヤクルトよりはとろみは、あ逆か、とろみがあるのか、ちょっとヤクルト飲んでないからあれなんだけど、こっちが本当にヨーグルトを飲みやすくしたのかな。まあこっちの方が要はヨーグルトだよね。何言ってんだこれ、もう下手くそかまあいいや、飲みます。あ体が変な方向に行ってる。とりあえずこれヘルビさん飲みました。はい、完食です。次キリンさん、睡眠の質向上。キリンさんだからな、さっきの触れようって話だけど、はい、じゃあちょっとこれね、開けていきましょう。はい、じゃあ飲んでいきます。いただきます。あ、これねヨーグルトテイストって書いてるけど、こっちがヨーグルトで、こっち本当にヨーグルトテイストだね。本当にあのサラサラのヨーグルト味、なんかヨーグルトっぽくない、あの普通の、まあ、液体って感じ。こっちドロドロっていうかトロトロしてる感じで、こっちもヤクルト1000もトロトロしててるんだけど、粘度で言うと、こっちが一番トロスル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 して軽いトロ感があって、もうトロトロみたいな感じ。こっちが全部飲んじゃいます。ヘルベが一番好きかもしれない今のところ。ガバハイを、まあガバ入ってりゃそりゃ眠れそうな気がするけどな。うん、っていうか俺これよりもそれよりもお腹痛くならないか心配してる今じゃあ次、宮廷ヨーグルトストレスね。でコエンザイム配合らしいですね。ちょっとね、じゃあ飲んでいこうかな。いただきます。なんか若干ちょっと匂いがそうだな。この中で言うと独特なちょっと匂いがする、香りか、うん、独特の香りがしますこれ。うん、飲みました。飲んだけどちょっと微妙だな、味は微妙でした正直。次、森永。これだけね瓶じゃないんだよ。瓶っていうかこのこれヤクルト形式、ヨーグルトやヤクルト形式、こっちがなんか飲み物形式のキャップなんだけど、これだけストローなんだよね。面白いね森永さん、どんな感じなんだろうな。でね、ちょっといただきます。一口目、今までの中でヨーグルトっぽさはないっていうか、まあヨーグルトって書いてないんだけど、ライチだ、ライチでさっぱりしてる、甘みもちゃんとある、ね、正直言ってお腹パンパンなんだよね。もうだいぶきついけどね。ちょっとじゃあ飲んでいきます。はい、飲み終わりました。今ねお腹たぷんたぷんですね正直。こちらのね5つの商品ね全部飲み終わったので、これで一旦僕は、昼寝をしたいと思います。現在13時でございます。これでね、パンの俺がいつもね処方してもらってる薬よりもいい快眠ができるのか乞うご期待です。正直言うと今まだ眠くないんですけど、まあお昼寝します。はい、ということでね、今から1時間寝たいと思います。昼寝ですね。じゃあ一旦おやすみなさい。なんか面白い寝言言ってたらいいんだけど、何も言ってなかったら丸々カットになるんで、未来の俺にお任せします。うるさい、日曜だぞ、日曜にドカタやんな、おかしいやろ、日曜は定休だ、大きい遅れてんのか。はい、おはようございます。いろいろねトントンカンカンあってきすがった、昼寝できる環境じゃなかったっすね。うん、でもねと言いつつね、ちょこちょこ寝ててる気はするんだよな。で全く眠くないところから寝れたんで、
コスパ考えたらギャン以下。